カイネチンは細胞分裂を促進する植物ホルモンであるサイトカイニンの一種である。カイネチンはミラー及びスクーグラによって加熱滅菌した二神性子 DNA から細胞分裂促進活性を有する化合物として単理された。オオキシンが培地中に存在するという条件で細胞分裂を誘導する能力からカイネチンと命名された。カイネチンは カルスの形成を誘導するために植物組織培養において、またカルスからシュートを再生するためにしばしば用いられている。長年、カイネチンは DNA 中のデオキシリボース残機から作られるアーチファクトであると考えられていた。したがって、カイネチンは天然には存在しないと考えられていたが、1996年以降、複数の研究者らによって、 人や様々な植物を含む調べられたほぼ全ての生物の細胞の DNA に天然に存在することが示されている。DNA 中のカイネチンの酸性気候はフリフラールの酸性及びアデニン塩基の N6、フルフリルアデニンへの変換によるフルフラールの消去によると考えられている。1994年以降、カイネチンは人の肌細胞や その他の系における強力な功労化効果が研究されている。現在のところ、カイネチンは数多くのスキンケア化粧品及び薬用化粧品において幅広く使われている成分の一つである。人に対するカイネチンのその他の生物効果に関する論文がいくつか発表されている。加えて、家族性自律神経失調症における。 RNA のスプライシング以上を正すことができることが示されている。1939年、PAC ノブコートは、人参の願い食編からの最初の永久カルス培養を始めた。こういった培養は新鮮な栄養観点への移植を繰り返すことによって永久に維持することができる。全組織のつながりは培養されないため、カルス培養は細胞培養ではない。多くの細胞は、 分裂能を維持しているが、すべてではない。この理由の一つは、核の異数性とそれによる、好ましくない染色体の特定症状群である。1941年、J. 版オーバーベックはカルス培養のための栄養培地の新たな成分として、ココナッツミルクを導入した。ココナッツミルクは液状のうち排乳である。ココナッツミルクは、肺の成長を刺激する。 カルス培養から得られた結果は、その活性成分が異質細胞の成長も刺激することを示した。1954年、スクーグはタバコの単リシュート部位から、傷腫瘍組織の発生及び培養のための技術を開発した。発生したカルスは、酵母エキス、ココナッツミルク、あるいは古い DNA 調整物が供給された時に成長する。 新しく調整した DNA は効果がないが加熱滅菌後は効果が出る。これによって DNA の分解性生成物の一つが細胞成長及び分裂に必要であるとの結論が導かれた。この物質が単離されカイネチンと命名され植物ホルモンに分類された。ありがとうございます。